皆さんおはようございます、受講生におすすめの一冊ということで、今週はですね、山本周五郎日本、不動記ということで、紹介させてもらいたいと思います。3分以内で紹介しようということを心がけてますので、はい、手短いんですね。山本周五郎の作品はですね、もしかしたらファンの方も多いかもしれませんけども、小説サブとかですね、青べか物語とかですね、で短編小説では、短編集では日々平安とかね、いうのもある中で、この日本不動記も短編小説でございます。まあ、武家社会、まあ、江戸時代のですね、こう女性の生き様をですね、描いた一冊です。で、武家社会 武家社会なんで、もう本当にもう男尊女卑です。今のもう男女平等なんていうのはもう考えられないような時代でですね、そんな厳しい、社会の中で、女性がですね、本当にこうたくましく、優しく、美しくですね、時に潔く清らかにですね、生きていくわけです。ご主人さんを支えながらですね、親を思い、子を思い、ね、いろんな女性が出てくるわけですけども、本当に、女性の素晴らしさをですね、感じることのできるこう一冊です。まあ、時代がですね、もう江戸時代の話なので、少し、現代とはね、現代では受け入れられないような、まあ、そんな場面とか、まあ、そんな表現もねあるかもしれませんけども、いまだにね、やっぱりこうなんか女性は弱いものだとかね、こう女性を下に、見る、そんな観念にとらわれてる男性もいるんではないか。で、女性自身もね、いや私なんてっていう、まあ、そんな風に、自信のない方も見えるかもしれませんけども、まあ、男女ともにですね、非常に感動できて、女性の素晴らしさ、男性は女性の素晴らしさに改めて気づき、でまた女性の方はご自身のね、素晴らしさ、日本女性の、本当にこう根本に宿るですね、精神というかね、まあ、そういったものを感じれる一冊、もう武家社会のですね、そういった、舞台にですね、山本周五郎が、いざないますので、もう素晴らしい一冊でございますので、もう何度も泣きましたね。はい、女性なんてっていうふうに思っている、男性のリーダーには特に読んでいただきたい一冊でございます。はい。